こんにちは、表参道で美容師をしていますえりこです。本日はフィフスの春から夏にかけてのおすすめコーデをご紹介していこうと思います。はい、いつもね人気のあのフィフスのお洋服紹介の動画なんですけど今回はですね、もう皆さん大好きなベージュコーデをたくさん集めてみました。なんかえりこさんの動画見て買いましたとか、コーデ真似しましたとか、たくさんねコメントなどねいただいて本当にありがとうございます。もうね、今日ももうとっても可愛いものばっかりなので、ぜひ最後までよかったら見てください。フィフスのお洋服ってもうプチプラじゃないですか。でもうプチプラだから本当にいろんな系統に挑戦できたりとか、あとは2色買いしたりとか、なんか似たようなニュアンスのお洋服欲しいなっていう時でもプチプラだからいろいろね挑戦できて本当にお気に入りです。今回はですね6コーデご紹介していこうと思います。お洋服単品の紹介じゃなくて、コーデとしての紹介と、あとはコーデに合わせたヘアアレンジとかポイントとかも合わせてご紹介していこうと思います。1着目こちらです。リネンコンセミフレアのスリーワンピースです。うわ、メルがめっちゃ暴れて走ってるフレアスリーブレースガウンを合わせてます。まずこのワンピースなんですけど、こんな感じでですね、ゆるっと着れるワンピースです。もう、ね、生地的にはこうリネンが混ざっているので、柔らかい夏にぴったりな感じ。今の時期でも全然着れると思うんですけど、私は夏にかけてたくさん着たいなって思います。髪型はちょっと外羽ベースで今は下ろしてます。そう、ね、ゆるっとしたワンピースなので髪型もゆるっとした感じで、で、さっき合わせてたレースガウンなんですけど、これがまためっちゃ可愛くて、あ、これあの後で結ぼうと思ってたシュシュちょっと一回置いときます。このねガウンがめっちゃ可愛いんですよ。前が軽いこう V になってて、なんかワンピースにこうやってボタンなしで羽織っても可愛いし、こういう感じでボタン1個閉めてこう1枚のお洋服みたいな感じで着るのもめっちゃ可愛いです。私身長が161センチなんですけど、161でくるぶしが若干見えるなぐらいです。あら、ミルちゃんがいやミル、なんでそんな暴れてんの。やばい、めっちゃ暴れてるはい、で、バッグこちらです。こちら合わせます。ラウンド型パールカゴバッグです。これがめっちゃ可愛くて、カゴバッグなんですけど持ち手がパールなんですよ。おっきめのパールで、ショルダーにもできて、ショルダーにするときにこの取っ手の部分がこうタラーンってなるんでめっちゃ可愛いです。こんな感じでショルダーにしたり、これね金具は取り外せるので、ショルダーにしないってなったらもうこれだけこれ取って持ち運べます。こんな感じで、はい、じゃあ次2コーデ目いきます。はい、2コーデ目こちらです。ジュリエットスリーブノーカラーシャツワンピースです。これねノーカラーのワンピースなんですけど、結構こういうシャツワンピースって襟がしっかりついてること多いじゃないですか。私この襟がついてないノーカラーのワンピースがすごい好きで、あの私骨格ウェーブなんですけど、骨格ウェーブさんって結構襟がしっかりついてたりとか、あとは大きく V ネックで開いてるのってちょっと苦手なんですけど、これはノーカラーでここら辺がすっきりしてて、あとはちょっとフレアに広がってる感じがウェーブさんにすごいおすすめの形かなって思います。じゃじゃーん、もう夏ですね、夏先取り。サークル型カゴバッグです。これもカゴバッグなんですけど、ショルダーにできます。めっちゃ可愛い。私これは手持ちの方が好きかもしれない。こんな感じでもう、あー白ワンピとカゴバッグってもう最強のアイテムですよね。はい、こんな感じで、じゃあ次3コーデ目いきます。はい、
参考で目こちらです。クロシェ編みサマーニットとクロシェ編みサマーニットスカートです。これ私すごいお気に入りで、この間インスタにも投稿したんですけど、このコーデもうめっちゃ可愛くないですか。セットアップとしても使えるし、あとはもう別々にも着れます。大きめシュシュでちょっと結んで、はい、こんな感じです。なんかね、私的にこの夏とか大きいシュシュ1個持ってればもうめっちゃ楽ちんだと思います。これもちっちゃいゴムとかで結んでなくて、シュシュで3回キュッキュッキュッって結んだだけなんですけど、こんな感じでちょっとこじゃれたポニーテールになります。これにはまたまたさっきのパールのカゴバッグを持ちたいと思います。これちょっとインしてもすっきりして可愛いと思います。はい、じゃあ次4コーデ目いきます。次4コーデ目こちらです。メルがめっちゃゴローンってしてます可愛い。トップスがバックリボンフレンチスリーブニットで、スカートがシフォンカラーフレアスカートです。後ろがこうやってリボンになってるんですよ。キュッて締められてくびれを作ってくれるようなトップスです。めっちゃ可愛いです。前はちょっとインしてみました。で、スカートがちょっと光沢感があるような生地感になってます。で、上の生地はこうやって薄いんですけど、中にしっかり生地がついてるので透ける心配はないです。じゃじゃん、超可愛くないですか。くすみカラーがま口ショルダーバッグになります。これ私もう超ドツボなバッグなんですけど、結構サイズはちっちゃめ、顔と同じぐらいかな。こういう感じでショルダーにもなります。コーデにね、しっかり馴染みます。ちょい大人コーデですよね。このスカートが結構ちょっと高級感がある感じなので、このきれいめな可愛いバッグとぴったり合います。じゃあ次5コーデ目いきます。はい、5コーデ目こちらです。メローシアトップスワンピースセットアップになります。これワンピースなんですけど、こんな感じでワンピースとトップスがセットになってます。めっちゃ嬉しい。これちょい可愛めな感じでハーフアップにしようかな。はい、こんな感じになりました。もう髪型ちょっと変えるだけでめっちゃ雰囲気も変わりますよね。これはまあちょい可愛い綺麗めな感じなので、ハーフアップお団子にしてみました。で、またまたさっきの可愛いバッグを合わせたいと思います。はい、ショルダーにするとこんな感じになります。このね、ゴールドの部分が可愛いですよね。中のトップスとあとデニムとか合わせてインしてあげてもめっちゃ可愛いと思います。キャミワンピもここで長さ調節できるので、まあ身長幅広い方に着ていただけるのかなと思います。ではでは次ラスト6コーデ目いきたいと思います。はい、6コーデ目最後こちらです。バックリボンデザインニットベストとイージーリブパンツになります。私の大好きなバックリボンこれめっちゃ可愛いんですよ。もうドタイプのお洋服です。これ横にスリット入っててちょっと前後差があるようなデザインになります。下に合わせてるのがイージーリブパンツです。軽くね、縦にプリーツが入ってるズボンなのでスタイルアップして見せてくれます。これちょっとお団子にします。ゆるっと引き出して、なんかお団子にしたかったんですけど、できてるかな。なんかシュシュがでかすぎてあんまりお団子部分が見えてないかも。じゃあ最後これでサークルカゴバッグ。これめっちゃ可愛くないですか。このコーデ夏超ぴったり。なんかなんだろう、これにスポさんとか履きたいですよね。めっちゃ可愛い。このニットの素材ももちろん厚くないので夏でもバッチリ着れるサマーニットだと思います。どうでしょうか。後ろも超可愛いです。よし、6コーデ以上になります。いかがでしたでしょうか。今回はもう
とことんね淡いベージュコーデを集めてみたんですけど、まあ、ちょっと柔らかいゆるい雰囲気になりたい人おすすめです。めっちゃ可愛いです。全部いつもね紹介してる通り、今回もねすごくお得なクーポンがあるので、ぜひ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 概要欄からチェックしてみてください。もう本当にね買い物得した気分になりません？プチプラだとたくさん買ってもね全然お値段いかないとか本当に嬉しいですよね。もうなのでぜひぜひ気になる方チェックしてみてください。概要欄に貼ってあります。ということで今回は春から夏にかけての淡いベージュコーデ6コーデでした。少しでも参考になった方はぜひコメントお願いします。また来月も多分フィフスさんのコーデやると思うので、ぜひお楽しみにしててください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。寝てます、メルちゃん寝てます。ありがとうございました。